やっほー、脳筋先輩。今日も球を投げたり、オスと一緒にシャワーなんか浴びて、それ楽しい？うっせえな、黙れよ。うわー、怖いなー。球投げ筋肉マン怒らしちゃった？こいつ、うぜえくせに可愛い顔しやがって。くぅ、ねえねえ、脳筋さん。こいつ、俺にはサドっていう名前があるんだよ。ほっとけ。これ、君の携帯だよね。な、勝手に触るな。携帯の番号を知りたかっただけだよ。教えるか。お前みたいな変人はまっぴらごめんだ。その夜自撮りばっか送ってくんな。ねえサド、今夜のホームパーティー来るわよね。ああ行く行く。やったー、待ってるわ。ねえ、僕も参加していい？ダメだ、変人は立ち入り禁止だよ。へえ、いつも僕と喋ってくれるから、てっきり変人が好きかと思ったんだけどな。勝手に絡んでくるのはそっちだろ、このバカ。くっそ、テスト勉強全然してねえ。もうダメだ、絶対親父に怒られる。ねえねえ、ん？これ僕のメモなんだけど見る？今日のお前マジですごかったぞ。サンキュー。この調子なら準決勝なんて楽勝だ。ねえ佐藤。ん？え、なんであんな変わり者がお前に声かけてくんの？いや、最近しつこくついてくるっつうか。いいから早く行くぞ。おう、わかった。じゃあまたね。また明日ね、ジャスパー君。うん、またね。なあ変人。ちょっと面貸してくんない？え、なあ、 お前その顔どうした？へえ、脳筋さん僕のこと心配してくれてんの？急がないと授業遅れちゃうよ。サド強すぎ、マジで化け物かよって感じ。おいおい、ま、ありがとな。来週の試合負ける気がしないな、ぶっ潰してこい。んで、あのキモいヒョロ狩りに何発かお見舞いしてやったんや。すっきりじゃん。ヒョロ狩りって誰？ああ、あいつ、サドと同じクラスのさ、ゴスでキモいやつ。ま、ちょっとやりすぎたかもしんねえけどさ、あいつガチでキモいからよ。てか、いつもサドの後ろにうろついたりしてて普通に怖えよな。こいつら何？また僕を殴りに来た？お前ジャスパーだよな。そうだけど。あのさ、この間のこと本当にごめん。お前にすごいひどいことをした。今さら謝ってもしょうがないって分かってるけど、そのさ、なんか今度困ったことがあったら呼んでくれ、絶対力貸すから。だから通報だけはしないでもらえないかな。もう二度とあんなことしないから約束する。いいよ、謝ってくれてありがとう。その後。なあ、こっち見んなよバカ。先に行くぞ佐藤。ああ、またな。あいつシャワー長えな。女より長えんじゃねえの？ああ、まだ誰かいんのか？ああ、ここ広いね。あ、
アメフト部いいな。お前なんでここにいるんだよ。君は毎日さ、男友達と一緒にシャワー浴びてるんでしょ。僕もやってみたかったんだ。勝手に風呂に入んなよバカ。お前はうちの部員じゃねえだろうがよ。でももう来ちゃったし、最後まで洗わせてよ。ねえねえ、君の好きなプロテインってやつ買ってきたよ。ありがとな。かわいい。